羽生結弦、八戸公演で東京ドーム公演を発表。新たな挑戦への情熱とファンへの感謝を示す。フィギュアスケートの王者であり、日本のスポーツ界に新たな光を放つ。羽生結弦選手が、待望の単独アイスショー、プロローグの最終公演で、来年2月に東京ドームでの公演を発表しました。この重要なアナウンスは、八戸市のフラット八戸で行われた最終公演でファンに向けられました。 このイベントについて、羽生結弦選手の素晴らしいキャリア、アイスショーの内容、そして彼がどのようにし、てこの新たな挑戦に取り組んでいるのかについて、詳しく掘り下げていきたいと思います。羽生結弦、プロローグで新たな舞台への秘書を語る。羽生結弦選手は、冬季五輪での連続優勝や、数々の国際大会での成功により、日本のフィギュアスケート界に新たな歴史を刻んできました。彼のアイスショー、プロローグは、 その成功を称え、ファンに感謝の気持ちを伝えるためのものであり、この公演を通じて、彼がどのように成長し、新たな舞台への飛躍を果たしていくのかが明らかになりました。プロローグの成功。プロローグは、羽生譲選手がファンに感謝の意を示すために2018年にスタートしたアイスショーシリーズです。これまでに、彼は数々の名プログラムを披露し、その演技は観客を魅了し、続けてきました。特に、 平イ五輪でのフリープログラム、生命は、多くの人に感動を与えました。このアイスショーシリーズは、その名の通り、助称、であり、羽生結弦れ選手のキャリアの新たな出発点を示しています。彼の成績や演技の進化に注目すると、今後の彼のキャリアに非常に期待が高まります。東京ドーム公演、八戸で発表。待望の発表が行われたのは、八戸市のフラット八戸での最終公演です。 八戸は羽生譲弦選手の出身地であり、ファンとの特別な絆を持つ場所です。このイベントでは、フィギュアスケート界のスター選手が、新たな挑戦への意気込みをファンに語りかけました。新たな挑戦への情熱。羽生譲弦選手は、東京ドームでの公演について次のように語っています。新たな挑戦には常に緊張感とワクワク感があります。東京ドームでの公演は、私にとって大きな舞台ですが、 それに立ち向かい、新しい演技をファンに届けたいと思っています。彼の言葉からは、新たな挑戦への情熱と観客への感謝が感じられます。東京ドームでの公演は、彼のキャリアにおいて新たな高みを目指す重要なステップとなることでしょう。プロローグの内容、プロローグのアイスショーは、その名の通り、新たな物語の始まりを示すものです。このショーでは、羽生譲弦選手が過去の成功に感謝し、 将来への期待を伝えます。また、彼の新たな演技やプログラムも披露される予定です。フィギュアスケート界における羽生譲弦の影響。羽生譲弦選手は、フィギュアスケート界において大きな影響を与えてきました。その結出した演技、優れた技術、そして独自の個性により、彼は多くの若い選手にとって憧れの存在となっています。日本国内外での彼の成功は、フィギュアスケートの人気を高め、 新たな才能を育てる助けになっています。ファンの期待。羽生譲弦選手のファンは彼の新たなアイスショーに高い期待を寄せています。彼のファンクラブの一員である加藤亜紀さんは次のように語ります。羽生選手は私たちにとって永遠のヒーローです。彼の演技は常に魂に響きます。東京ドームでの公演が待ちきれません。羽生譲弦選手の東京ドーム公演への期待は高まる一方です。 彼の新たな挑戦と成長が多くのファンに感動を与えることは間違いありません。その成功により彼のフィギュアスケートキャリアにおける新たなショーが開かれることでしょう。これからの羽生譲れ選手の活躍にますます注目が集まることになるでしょう。